はい、ご視聴ありがとうございます。ゆうです。今日ですね、前から動画にさせていただこうと思っておりましたカヤックのね、魚群探知機のおすすめの振動子の取り付け場所ということで、ご紹介させていただきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、じゃあ早速ね、紹介していきたいんですけども、あの見ての通り目の前にね、まあ、振動子があるんですけども、まあ、私はね普段こういう感じで、振動子を取り付けております、まあ、ちょうどね一番後ろのこの後方のね部分に、ちょっと振動子がポコッと出る感じでね、取り付けられて、いるわけなんですけども、この振動子のまあ位置のまあまあ最大の特徴というかメリットの部分、まあ、線速が落ちないというね、部分が圧倒的なメリットですね。後方の部分ですよねに、まあ、取り付けられているので、一番ここが水の抵抗を受けないんですよね、位置的には。でそのやっぱ振動子ってつける場所によっては、まあ、私ももともとサイドから、振動子をぴょこっと出してたんですけども、体感ですけどやっぱね1キロぐらいはね確実に落ちてる気がするんですよね。これはねカヤックにまあ乗って普段ねサイドから振動子を出して使ってる方であれば、まあ分かってもらえるんじゃないかなと思うんですけど、多分振動子出すと本当に目に見えて速度が落ちます。はい、まあ、水の抵抗をこいつが拾っちゃうので、まあ速度が落ちるのも当然なんですけども、まあ、これだったらですね、まあ、ずっともう水の抵抗を受けないので速度も変わらず、上げたり下げたり上げたり下げたりっていう手間もないので、ものすごく楽っていうのがまあ最大のメリットですよね。でまあデメリットとしては、まあ、さっきも言った通り床のレベルとちょっと近いじゃないですか。ここがもう消えるとほんとつらい位置、1 0 m m ぐらいしかないんで、下のこのクリアランスが。なのでやっぱこうちょっとエントリーする時とか、まあまあ戻ってきた時ですよね、こうちょっと引きずって浜に上げる時、こう水平に引けばいいんですけど、ちょっと前をグッとこう持ち上げて後ろがこう角度がこうついちゃうと、ここがやっぱ地面に触れちゃって振動子が傷ついたりとかっていうことにつながるので、まあそういう面に関してはまあデメリットかなと思います。まあやっぱ気にする人はね、こう面振動子のこの底面が擦れて傷ついちゃったりとかするの嫌っていう人いるじゃないですか。そういう人にとってはまあ結構デメリットかなっていうのがありますし、まあさっきも言ったようにこう波の起伏がこう激しい時ですよね、アップダウンがある時にやっぱ人がね乗ってるとある程度沈んではくれるんですけど、もう波のねこの高低差が結構やっぱあると、こうもう海面からこう振動子が浮き出しちゃうんですよ。こうバッチャンバッチャンみたいな感じでこう振動子がこう波を叩く時があるんですよね。そうするとやっぱりその電波をうまく拾えないみたいな、ちょっと海が荒れてる時にこう電波を拾いづらかったりみたいなことがまあやっぱありましたので、それもデメリットかなと思います。まあもうこの取り付け位置の性質上、まあもうこれはね仕方がない、もうこのデメリットはね、まあもうある程度割り切るしかないかなっていうのはあります。でね、まず取り付け方法なんですけども、まあ、プロフィッシュ45のね、この一番後ろの部分にはですね、こういうちょっと穴が開いてるんですよ。まあ、正直何用の穴かはわからないんですけども、貫通してるね穴が1個開いてます。まあ、ここに貫通してる穴に、まあ、ステイをこう、抱かせるっていうんですかね、こう挟んで、で、まあ、つけるんですけども、まあ、大体ね私はこのホームセンターとかでこのボルトを使ってますね。長さがですね、ちょっと今すいませんメジャーを忘れてしまったんですけど、多分15センチか20センチぐらいですかね。まあこう中通すと分かりますかね、こんな感じで、まあ、ちょっとこう1センチ1センチぐらい遊びが出るぐらいの長さで、多分ね20センチぐらいじゃないかなと思いますに、まあ、これで M6 のまあナットですね。これでまあバンセットナットと、まあボルトですかね。でまあ共締めですよね、こう共締めしてグッとこう締め込んでいって、ステイをこう手にギュッとこう挟み込んで振動子を固定するみたいなイメージですかね。でまあこれがね、まあその、振動子とまあステイです。まあ正直ねめちゃくちゃ雑なので適当な感じに
作ってますけど、これもともとステンレスステイは購入した時についてくるステイなんですけど、まあ、それに、この L 字のねこう挟み込むステイを私の方で、まあ、自作して、まあ、取り付けてるようなイメージになります。はい、これは多分幅2センチの、厚さがね3ミリぐらいのアルミステイですね。ホームセンターで、買ってきて、でまあこうボルトでガチガチに締めてこう挟み込んでる感じですかね。一番先端の部分は穴をね両サイドに開けてます。6ミリ7ミリぐらいだったかな。はい、でやっぱこれアルミじゃないですか。なのでカヤックねやっぱこの傷つけちゃうんで、内側の部分に粘着シート付きのゴムシートみたいなやつを助両サイド内側にこう貼ってます。でこれで直接アルミの部分がカヤックに当たらないんで、まあ、傷がつきにくいかなっていうところで一応採用してるんですけど、今のところ多分ついてないんですよね。結構ねガチガチに締め込むんでずれないように何かしら保護しないとちょっとね傷多分ついちゃいますね。でまあ付け方はもうこのままここにカポッとはめてもらって、これをまあここに入れて、こうナットですね、こっち側からまあ入れてあげて、まあ、最初は手でもね回るか、手で回るな。で回る一定のところまで行ったら OK、まあ、こんな感じで一応仮止め、はい、今しました。まあまだ仮止めなんですけど、大体結構ねガチガチに閉まってるかなと。まあ振動子のこのケーブルはこうまっすぐバーっとこう前にね、まあこうこっちのねコンソールのこの箱の中にこう続いてるんですけど、まあ、このケーブル結構ねやっぱこうちょっとうざったいじゃないですか。なので私は一回この上この後方のハンドルのところにこうベルトつけて、まあ、ここでパチッとこう止めてますね。まあもうちょっとこううまく施工する方法あるかなと思うんですけど、まあもうめんどくさいんで私はこんな感じでもう適当に止めちゃってます。でこのなんていうんですかね、ケーブルに対して水平に一応なってるじゃないですか、こうまっすぐ、これが大切ですね。はい、水平かなみたいな。そしたらここ、まあ、本締めガチガチに締めちゃいます。もう本締めしたら全然動かないしずれないです。わかります？もう火薬ごと動いちゃうぐらいもうガチガチにしっかり固定されているのがわかるかなと。水平に関してもちゃんと切りに対して、こうまっすぐ、ね、なってるので、はい、ちゃんと真下をね捉えることができると。もう地面にね直接置いちゃってるんですけども、で振動子見てもらうと分かるんですけど、地面から1センチから2センチぐらい離れてるの分かります？あんまり地面までこうみちみちに、要するにこのケールと同じレベルまで持っていくと引きずるときに振動子をね地面で擦っちゃうんですよ。もうこの位置で固定されちゃってるじゃないですか。なのでこうエントリーするときだけ上げてとか下げてができないので、基本このまま引きずる感じになるんですよ。エントリーするときも戻るときも。なのであんまりここの位置を地面に近すぎると擦っちゃうんで、でかといってここを上げすぎるとですね、要するに海面からこの振動子が出ちゃってプカプカプと出て一回こう電波が切れるみたいな、でそういうことが起きるので、まあ、これ上げすぎてもダメだし、で下げすぎたら地面を擦るし、この2センチぐらいのこのね隙間が一番しっくりきますね。1センチ、1.5センチぐらいの隙間がここに、はい、入ります。指1本分ぐらいかな。このぐらい開けてると、まあ、ちょうどいいのかなと。で実際これまあ今このね指1本分ぐらい、はい、開いてるんですけど、これ海に浮かすとどんな感じの塩梅になるのか一回ちょっとね浮かしてみたいと思います。はい、でね海にちょっと浮かばせてる感じで、まあ見てもらうとなんとなくこうイメージしやすいかなと思うんですけど、こんな感じですね。まあ、これ海にね浮かばせてる状態で、で、まあ、喫水はちょうどねこんな感じです。こんな感じ、はい、まあ、一応触れてるは触れてるんですけど、ちょっとこう波の浮き沈みっていうかあれが起伏があるとこうちょっと浮いたりするんですよ。こう人が乗ってね、まあしっかりこう手が重くなるともうちょいねしっかりこのぐらいかな、
こんな感じではい沈むので、まあ、ある程度はあの浮き上がりっていうのはなくなるかなと思います。なのでやっぱこの位置ですよね、ここはあの微調整してこうベストポジは探した方がいいのかなっていうのはありますね。はい、でちょっと実際乗ってみてあのどんな感じになるかちょっとそれの動画もね撮ってみようと思います。じゃあねちょっと海に今出て、振動子がね、まあ、人が乗ると、まあ、どのぐらい沈むのかとかね、まあ、こういった時の雰囲気を、まあ、動画にしたんですけども、なので大体この位置につければ、まあ、あのぐらい沈むんだなみたいな、まあ、クラボックスとかいろいろ物とかを積んでればもうちょいね沈むかもしれないんですけど、まあ、大体のイメージがついたかなと思います。まあ、もしねなんか作りたいなとか気になる方がいればね、まああのまあ、作り方っていうか、まあ、本当にそうステイを切って穴開けてつないでみたいな感じの付け方なんで、まあ、説明のしようがないんですよ。もう このまんまですとしか言えないんですけど、まあ、試してみていただいてもよろしいのかななんて思いますけど、まあ、参考に、ね、なればなと思います。まあ、またね何か紹介できることがあれば、動画にさせていただこうと思いますので、その時はまたご覧いただければと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。お、来た来た来た、カサゴです。カワハギゲット。いや、でっかくないこれ。かわいい。お、来た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 、可愛らしくなってきたな、なんかずっと開け